皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録は自分で限界を決めないということについてお話をしたいと思います。こちらはですね、いろんなエピソードがあります。もちろん私自身が体験したエピソードとかもありますけれども、例えばですね、動物で言うとカエルとかいるじゃないですか。でカエルってこうぴょんぴょん飛ぶじゃないですか。で例えば何かこう枠に囲まれたような中に入れていて、でそれが、そのぴょんぴょんね飛ぶっていうのが、その枠のすごく本当は高く飛べる張力があったとしてもですね、例えばその枠の中に天井を決めて蓋をしてしまうと、それ以上当然飛べないっていうのが分かるので、 その低めにね設定すると脚力が本当はあって、例えば30センチぐらいの壁をピョンって飛べるぐらいの脚力があっても、20センチとか10センチとか、10センチはちょっと極端か、で低めのところに天井をやってしまうと、結局そこ行ってもどうせ壁で突き当たって超えられないっていうことを分かってしまうと、その次に天井を外してもともと飛べてた30センチぐらいの壁があって、天井が空いてる状態のものをやっても飛べなくなっちゃうんですよっていう、そういう話があります。でこれクライアントさんと話をしていてもですね、同じような事象を感じる時があって、ご本人が自分で限界を決めると、それ以上に動けなくなっちゃうんですよ。自分で私ってここまでしかできないというか、いやそれ以上のことやったことがないしって言うとですね、当然それ以上のことしないんですよ。で例えば私がその方の環境とか実力とか今まで聞いてきた話とか、そういうものを伺っていると、いやもっといけるよねって思ったりすること多々あるんですよね。でその多々あることを私が、信じてあげる、そしてその人に伝えてあげると、私がそれだけいろんな人を見てきてるっていうのと、ビジネスのセンスがあるっていうことを分かっていただいて、そこの太鼓判があるっていうことで自分を信じ始めると、その限界が超えるようになるんですよね。できなかったことができるようになります。だからそれは例えばコンサルタントとか、そういう私みたいな人が例えばついてて、その人が信じたらできるっていうんだったら、一つ限界をね超える、一つの手法にしていただいたらいいのかなと思うんですけれども、仮にそういう人がいない場合でも、自分でチャレンジをして自分を信じて動くことができると、やっぱり限界って超えられるんですよね。はい、私いつも自分で限界をさらに上設定して、いや結構これしんどいなとか思いながら、もう設定して宣言しちゃってやるので、結果成長します。はい、最近で言うと、ここに2年くらい前とかにもやってるんですけど、本をね出版するんですけれども、本の出版って企画が通らないと商業出版ってできないんですよ。だから企画通んないといけないんです。企画通んないといけないんだけど、先にですね出版記念パーティーをやる日を決めちゃうこの日にやりたいって決めちゃいます。で出版記念パーティーやりますって言って、で企画書を作る感じですね。はい、そうすると通す企画書を作らないといけないんですよ。だって先にパーティー決まっちゃってるからあとはパーティー決まっちゃってるから、原稿の速度をそれに合わせて逆算していかないといけないんですよね。この日にそれがパーティーができるように本が出版されてなきゃいけない状態を作るには、いつ出版できてないといけないかって聞きますよね、出版社に。そしていつ出版できていなきゃいけないということは、当然本を作成する時間とかがあるわけですから、そこからさらに逆算して、私が原稿を最終的な原稿を上げる日程を決めていかないといけないっていう、そんな感じで逆算で大体いつもやって、ぜいぜい言いながらなんかトライする。普段の日常のルーティーンの中に本の原稿を書くっていう仕事が入ってくるとですね、かなりしんどいんですよ
かなりしんどいので計画的に本を書く時間を取りながらやってるんですけれども、それによってまた時間の使い方とか考え方とかがね上手になっていくっていう、まあ、それの繰り返しですね。だから必ず限界は自分で決めないで少し負荷をかける自分にチャレンジっていう意味でです。でしかもちょっと無理かもっていうのは先に言っちゃって頑張るっていうのが人が見てるから割と一番ね頑張りやすいので、そういうやり方も一つあります。だから今の自分がこうだからできないって思うんじゃなくて、それは自分で限界を作っちゃってることになるので、限界を決めないという、決意を持って動いてみるっていうのもね成長する一つのきっかけになるので、ぜひこちらもね頑張ってやってみていただければなと思います。それでは。